ョ先生質問です。はい、アリマちゃん、ジュースは経費になりますか？動画に撮って飲み比べすれば経費です。じゃあ今日の夕ご飯は経費になりますか？誰かと打ち合わせしながら食べれば経費です。はいはい、推しのグッズは経費になりますか？それは本当は好きじゃないのにキャラ作りで推しを作っていやいや買っていれば経費です。え、今あなたの心に語りかけています。あなたはその推しを心の底から本当は好きじゃないと言えますか？ルビー頑張って。嫌いって言えば経費になるわよ。次回、自由。